すんなって言うんだね。丸ハゲだ。そらしいよ、帽子。あかんよ。丸ハゲうまかったね、昨日。あるある。焼けるうまい。来た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 。寒くなってきたぞ。浜の打たせにはな、たくむねがおすすめの鍋があるぞ。これだこれだ、漁師の方が作っとる、これハモだ。そしてまた作っとる方がな、別品だった。これがチューとハモのすり身と豚です。おー、このハモのすり身ってこれハモ汁とかできる？ハモ汁どうやって使うんやろ？鍋入れたりするか。そう、あのね、うん、いい出汁が出るから湯豆腐とかにもいいかな。湯豆腐、うん、ポン酢との相性がいいです。ポン酢と、はい、湯豆腐ええからな、確かに。湯豆腐ね、すごいね、なんかリッチな湯豆腐になる。あ、そうだな。へぇー、チリチリチリさんね。そうな、ええー、な。年中出るのはやっぱりタチウオかな。タチウオ、うん、タチウオの何やったんこれ。タチウオのフライフライな。もう梅肉がね、うん、すごい手間やけど、結構、うん、ほんともうこれ揚げたらええだけか。そうそうそう、あのすぐにね、ここですぐに揚がるから。どれがタチウオ？これ全部タチウオ。あ、これここら辺全部これ。そうな。そうそう。ほーん、いいの。いくらこれ？290円。安いな。安い。日本語入ってたの。へえ、すごい。タチウオ買うより安い。うん、なシラスでございます。シラスが売れれば漁師が微笑む。シラスを買って帰ってくださいね。島地水産さんでございます。島地水産、今ならなんと600円、2割引きで600円になっております。お得でございます。たくむね、この間食べました。美味しかったでございます。でこちらは西村さんでございます。西村さん、生シラスとかな、タチウオの焼いたのとかな、とにかくな、うまいもんが多すぎる。たくむね、子供の中からな、だいぶ食べたぞ。ほらこれ生しらす、本当にな、島地水産さんと西村さんのもんがいっぱい食べたからな、だから俺は太ったんだと言っても過言ではないぐらい、たくむねはたくさん食べた。でこちらはな、万弘さん、こちらの方もな、いろんなな、うん、イカのピシャッとやったやつとかな、しらすのせんべい、せんべいも食べたよ。いろんなもん作っとるぞ、万弘さんだ。とにかくな、シラスが売れれば漁師が喜ぶ。浜の打たせに来た際はシラスを買って帰ってね。でな、福泉水産さんも置いておるんだけどな、たくむね朝行った時にはまだ商品が並んでなかった。福泉さんは隣に工場もありますんで、お立ち寄りください。で浜の打たせはな、金曜日漁に行ったからな、土曜日の朝一は魚がいっぱいあるぞ。まあ、たくむね今おすすめなのはな、カマスだな。カマスの大きいの、あれがうまかった。うん、おすすめだ。いろんな魚が美味しくなってきてな。でまあ丸ハゲ、あれは美味しかった。でもな、ちょっと1日2日経てばな、匂いがしてくる、腹のところからな。だからあれはな、締めたハゲで、なるべく早いうちに食べてくれ、早く食べてくれ。あれは本当にな、もう早いのはうまい。臭みが全くないからな。もう2日目とかやったらちょっと臭みが出てしまうから、あれはもう早く食べてくれ。あー、いろんな魚あるぞ。まあ見てください。ハゲうまいわな。昨日何出した？何？魚何出した？
アオリ。おお、ええわ。アオリと今エビとコロと。へえ、エビって足やか？うん、伊勢エビ。伊勢エビださん。どこなの？真ん中。カニのマイクロゴ。これけ。いたよ。これ何よ。いくらやった？おお、安いな。あ。これやったら何グラムぐらいある？2000円やったけに3分の1、300。お、そういうことな。へえ。300か。さあ、今日はみな鍋食べたらってきたやろ鍋。どうな？湯豆腐やってみやんか。ええど、豆腐工程、ポン酢工程、このつみれ工程やってくれよ。でこの干物も買って帰ってくれよ。はいや、はいや、今日もゆくゆく暴れん坊徳宗、はいや、登録よろしく。バンボー、バンボー、バンボー、暴れん坊徳宗。